もっと YouTuber として人に夢を見せることをやりたい気がするのじゃ。なるほど、夢を見るといえば、今日は大和田原元藩を紹介しましょうか。反射なの？何でも藩の話に持ってくタイプの条件反射なの？では早速、田原元藩の基本情報を見ていきましょう。国は大和、今で言う奈良県の田原元町にありました。地名はそのままなんじゃな。藩主は平野家で、所領は1万石、政庁としては田原元陣屋を構えていました。注目すべきは立藩の時期。1868年とな。もう明治ではないか。はい、田原元藩はいわゆる維新立藩によって成立した藩で、廃藩置県が行われるまでの3年間のみ存在した藩でした。では、そんな田原元藩をたどるための今回のテーマはこちら。七本槍、平野長安の見た夢。無名の名君平野長勝と厄災続く田原元。3年間だけの大名家。夢の。うむ、田原元藩、良いチョイスじゃ。静ヶ岳七本槍、平野長安の見た夢。姫様は静ヶ岳の七本槍を知っていますか？うむ、加藤清正や福島正則ら静ヶ岳の戦いで活躍した羽柴家臣の若手武将たちのことであろ。その通り、そして田原元を所領した平野家の祖こそ、静ヶ岳七本槍の一人、平野長安でした。となると、加藤清正たちと同期みたいな感じなんじゃな。静ヶ岳の戦いで活躍した羽柴家若手武将は14人とも言われています。武功者には石田三成や大谷義継なども含まれ、10年後の豊臣家を支えた人物たちが勢揃いでした。未来の豊臣家オールスターズ候補の一人に長安も含まれていたわけじゃな。しかし、蓋を開けてみれば江戸幕府設立後、加藤清正は肥後で52万石、福島正則は広島で50万石。関ヶ原戦役で西軍について改易された粕や竹則を除けば、長安以外はみんな大名となっており、長安だけが5000石の旗元に収まっていました。ふむ、どこで差がついてしもうたのか。これは試験ですが、スタート地点から差がついていたのではないかと思っています。ほう、続けよ。七本槍について取り上げると、加藤清正や福島正則は秀吉子内の将、加藤義明や粕や竹則は小正州の出身、片桐勝元と脇坂康晴は石田三成らと同じく近江派と呼ばれる浅井球審の武将。一方の平野長安は、その活躍で七本槍には数えられたものの、エリートとはとても言えない立場でした。よく言えば、ダークホースだったのじゃな。しかし、それは逆に西部方面に活躍する機会がなかなか得られないという意味合いでもありました。そうすると平野長安は武功でのし上がるしかありません。しかし、静ヶ岳の戦いや長久手の戦いに功を挙げるも、武田家しい性格や時には軍令を無視する長安は、だんだんと出世の道から離れていきました。豊臣政権が成立しつつあった時勢、長安のような腕っぷしで成り上がる者はすでに、時代遅れの武将となっていました。時代に取り残されたもさ、という感じじゃな。その結果、長安は静ヶ岳合戦の際には他の七本槍と同じ3000石を受領していたものの、関ヶ原前夜の時点では差が開いてしまっていました。そんな不変者の長安らしさを語るエピソードがあります。大阪の陣が勃発した際、平野長安はこれまでの恩を返すべく豊臣方に加わろうと考えました。首相、まさに戦国の武者じゃ。しかし、今は徳川家旗本。長安は徳川家の許可が必要と考え、一説には徳川家康に直談判したとも言われています。増田盛次のように幕府方から大阪城へ入城した武将もいましたが、長安は幕府から江戸城の留守居役を命じられ、結局豊臣方に加わることはおろか、幕府方として参陣することもできませんでした。ちなみに長安の兄、長影は豊臣方として戦没しています。かくして1628年、長安は江戸に病没。晩年は戦国時代の話を聞くことを好んだ徳川秀忠のおとぎ衆なども務めました。無名の名君と厄災続く田原元。平野長安は豊臣時代からほとんど領地の田原元には行かず、大阪や江戸に詰めており、その間の所領の統治は田原元に勢力を誇っていた浄土真宗大谷派の中でも由緒のある教行寺に任せていました。外注してたのか。もしかしたら、そういうところが出世に繋がらなかったのかもな。教行寺は織田信長と争った本願寺教団の中でも、重要な地位を占める寺院だったため、当時は迂闊に手出しをしない方が良いと考えたのかもしれません。しかし、二代目の平野長勝が田原元に入って平野家による直接統治を目指すと教行寺はこれに反発。教行寺は既得権益を犯されたくなかったんじゃな。この頃には教行寺の力は王子ほどのものではなかったこともあり、教行寺を追放します。そんなことができたのか？長勝は教行寺と対立宗派であった浄土真宗本願寺派を利用しました。ふむ、父とは違って頭を使うタイプだったのか？教行寺の追放後、長勝は本願寺派に田原元に炎上寺を建立することを許可します。というのも長勝の妹、つまり長安の娘は本願寺派の重臣である下妻氏に嫁いでいたため、自分の影響力を行使しやすい寺院を招いたとも言えます。自社勢力を手なずけるのは統治の上では上策じゃな。
そして、長安は長領寺の退去した跡地に俵本陣屋を建てて、さらに俵本の町割りを整備。大和郡山や大阪、京都、吉野へと通じる交通の要衝であった上、水運事業に投資をしたことで俵本は商人が行き交うようになって卸問屋が発達。俵本はその賑わいが、大和の大阪と呼ばれるまでの大和の国有数の都市へと成長しました。すごいの長勝、旗本に留めておくにはもったいない。しかし、長勝の没後、俵本は災難の200年間を過ごすこととなります。200年。長勝の後を継いだのは養子の長政。長政は時の将軍、徳川家綱を産んだ聖母と落の方の母親の新しい旦那の子供、つまり不定にあたります。複雑な家系図。俵本と将軍家との結びつきは強化された一方で、長安の直系は領主から外れることとなりましたが、五代目領主の長高の代に再び平野氏の血筋に戻り、その後は女系ながらその地が受け継がれていきます。そして、その長政が継ぐや否や俵本で大火が発生。陣屋は全焼。作ったばかりなのに。その後も災害は続き、1764年から17年間の干ばつ、1782年から15年間にわたる大雨での凶作、1797年から9年間にわたる大干ばつ、1811年から5年間の大雨による凶作、1835年から19年間の大雨での凶作。鳴らしてみると4年に1年は何かしらの災害に見舞われていたことになるのか。辛いの。江戸時代は日本全体が干ばつや大雨、台風による凶作で飢餓に苦しめられていましたが、俵本も例外ではありませんでした。領主自ら財政再建のため商人に借金をした話も残っています。様々な藩の財政が苦しかったのは有名じゃが、旗本も同じだったんじゃな。3年間だけの大名家。こうして厄災に悩まされつつも、俵本平野家は幕末を迎えます。9代目領主の平野長幸は、大和の松陰こと谷三山に尊王攘夷運動の話を聞くなど、幕府旗本ながら広い視野を持ちましたが、その一方で10代目領主の長広の代では、上位過激派である大和天中組が挙兵すると、幕命を受けてこの鎮圧に従軍。明治政府発足後は他の大和諸藩に倣ってこれに従い、明治維新を生き残ることに成功します。そして、その日がやってきます。そういえば藩の紹介じゃったな、これ。慶応4年7月。俵本、平野家は石高の実高見直しを行います。要するに豊臣時代の検知結果である5000石という石高が、現在の生産能力でどれくらいなのか見直したのですが、この際に1万石を超えることが判明。俵本は新政府より藩への昇格が認められました。長安の念願が叶ったのじゃな。そして領主だった長広は地藩寺へと就任。京都の警備などに従事、活躍の場を広げました。しかし、間もなく明治政府は廃藩置県を実施。俵本が藩として存在したのはわずか3年でした。一瞬じゃな。まるで花火みたいじゃな。以上が俵本藩の紹介になります。ここからは、俵本藩にまつわる史跡を紹介していきます。まずはこちら。上昇寺。救援上寺ということは、平野長勝が自社勢力を掌握するために、招致した寺じゃな。今もまだ、長勝が建立した当時の面影が残されています。続いてはこちら。俵本陣屋。はもう残っていないのか。残念ながら現在は町役場となっており、遺構はありませんが、勝長が整備した町割や水運が今もまだ町の至るところに残されています。ぜひ、合わせて市街散策をしてみてください。今日の、藩活格言。維新立藩では俵本以外にもご藩が旗本から藩へと繰り上がり、中には虚偽の申告をして大名家を目指した家もありました。立藩は平野家だけではなく、多くの旗本が見た夢だったんじゃな。大名でいられたのは江戸時代の長さに比べれば一瞬でしたが、先祖に誇れる瞬間だったでしょう。まさにそうじゃな。維新立藩、明治に咲いた花火。それでは皆様、しからばごめん。